こんばんは。こんばんは。今日はFNS 歌謡祭に出演させていただいてました久しぶりのリップグロスを今日はやりました。メイクバッチリ。最近はずっとボサボサ頭かポニーテールだったので久しぶりにハーフアップしましたね。ハーフアップがやっぱりいいですね。好きな髪型。なんとか久しぶりのリップグロスもどのカメラか分かってね、なんとか行きました。分かった？私がなーってやったの気づいた？いや、すぐ私たちがさ若すぎてってやったらいなくなると思ったら、次の人たちを追うためにここに残ってたから言っちゃったよね。ガオガオ。二つの未来モンスターと怪獣二つ混ぜて。今日は舞台なかった。今日はそうなんですよ。舞台の方はお休みで。明日何公演だ？何公演だよね。ではお昼と夜にあります。前半戦は終わりましたね。昨日で 6? 前半6後半なのかな。昨日何回やったっけ。昨日にだっけ。に休み。後半戦結構ハードですね。2122頑張れ私あ、ジジありがとう。あ、ジリーちゃん、あ、キムチさん、あ、みんなクマさんもありがとうございます。ありがとうマッカーシーくんが輝くクマちゃんを置いてくれましたありがとう。後ろの照明と同じくらいここで輝いてます。みんなと同じところにいるかなありがとう、嬉しい。コリーくんもありがとう。今日でもさ、いろんなところで映ってたね。今日たくさん映してもらった。優しいフジテレビ様。自分の隣のところと、なんかここ最近映してくれるよね。痛いって君の電話。ありがたい。ここも映してもらう。あと今日いつもとなんかカメラあり結構違かった。唇はこんなにも、あ、こうか。ここ初めて映された。いつもだいたいあそこのサビお代理のとこからウィーンって三角形に沿っていくのに、今日逆側から来た。映ったことないところで映ってた。あれもっと短いはずだった。なんかちょっと長く映っててちょっとラッキーだったですねちょっと戸惑っちゃった。あれ長くないと思って、長いなってスキー衣装に
あれ今日ゆきりんさんがねおリボン貸してくれたの、優しい。ゆきりんさんは今日帽子だったよね。本当私カチューシャなの、この衣装の時カチューシャ。しのぶさんとフィッティングした時にしのぶさんに何がいいですかねって言って、おろし でカチューシャって決めてたんだけど、もう決まってるんだけど、もう今日はね、うん、でもやっぱりなって、メイクすればいろいろあのちょっとあのいろいろあのね、お顔にちょっと勲章が、怪獣のね、あの頑張ったあれがね残ってるので、今日はメイクバッチリなのでいけるんちゃうのと思ってハーフアップしました。さあ上にゆきにさんがいつもつけてるリボンつけてた。そういい感じにいつものリンヨカベです。今日顔面強い、でもそうちょっと強めにしました。今日はメイクも今日はつよつよです。何それ、なんか見たことないやつくれて何それ、アヒル、え、アヒルをありがとう、アヒルありがとう。気に入ってるからお風呂入りたくないこれ大好き、この髪型好き。じゃあね、もう今日はお風呂に入ってこれを崩さないといけません。悲しい。イルミネーションカーテン最近自分がね好きなお店があるんだけど、やっぱクリスマスはイルミネーションしないとね。好きなの。今日はあれじゃない。今日はね、合間になんかクレープを食べに行ったり、ご飯を食べたり。お洋服を見たり、そういう時間も少しできたので幸せでした。あと待機してる時誰も携帯持ってなくて、一部の人はもうなんかそのままやると思ってた、持って何も持たずに行ったら意外と待ち時間があって、そうだからリハーサル室に閉じ込められてたから閉じ込められてたっていう言い方に、ここで誰が言い出したかちょっと忘れちゃったけど、なんか花一問目とかフルーツバスケットやってた。どんどんこじんまりとやってたら仲間がどんどん増えてった。やることがなかったのよ。花一問目はミユとおだえりとマギシャンとオンさんとモモと、あ、それそのメンバーか、そうだ、あと人数合わないからマネージャーさんを強制参加させてやってた。もう笑いすぎてちょっと喉ガラッガラッと
舞台やってて全然喉の調子悪くならないのに笑いすぎて今喉ガラガラになりそうめっちゃ面白かった。めっちゃ面白くて、なんかマネージャーさんとか動画撮ってたけど音も使えない、あれはダメ、あれ使えないいやもうなんか最初はほんと真面目に花一門めってどんなやつだっけみたいな感じで思い出しながらやってたのよ。かーって嬉しい花一門めとか、ちょっと途中のあの長いやつは隣のなんたらみたいなやつはちょっとちょっと省いて簡単バンジョー出てたんだけど面白かった。いやどんどん最初はなんか普通にやってたんだけど、どんどんなんか大喜利みたいになってきて音さんとかは最初は総監督が欲しいとか、いや普通に誰々が欲しいみたいな名前でやったんだけど、なんかどんどんなんかそういう何が欲しいみたいなのがなんかなんかコードネームが面白くて、そうでどんどん最後の方が過激になってきて、それで音が使えないもんいやもう例えば私だったらコードネームがもうホリプロが欲しいとかマンマさんが欲しいとかアイズワンが欲しいとかその類音が使えないもん、後の方が過激になっちゃって、もうそれで笑いすぎて笑いすぎてそうで最後マネージャーさんとお代理とミュー3人が残ったから、こっち側でまとまったから、最後にエイトが欲しいって言ってじゃんけんで勝ってマネージャーさん一人になって終わっためっちゃ面白かった。え、下ネタは ないけど、でもそういうのがちょっと面白かったですマネさんが一人になったところでっていうすごいくだらない遊びをして、はい、本当に面白かったです過激な花一文をしてました。エイトが欲しいでもそう最後もう最後の方はね複数人狙いで、髪が長い人が欲しいとかなんか面白かった。あ、コリンクコーチありがとうなんかそれで笑いすぎたらもうちょっと喉ガラガラまあ歌えない私、歌えないやごめん明日、ごめんもうできない行きますよ、行きます。じゃあ明日私だけ歌なしでいや物語始まらん始まらん、いや全然大丈夫です、冗談冗談全然いけます、大丈夫です。いやでも無理、こういうこの本番期間中に違うお仕事が入ると本当に戻るのが大変になります。明日は早起きしたいと思います
豆なんかに負けない。7か大変だね。21なんか前よりハードじゃない？2回公演がこんなに続くのはちょっとね、なかなかないっすね。結構大変っすね。あーそうだね、ワールドカップ4時からいいな、見たい。お、なんか褒められてる。めっちゃ偉いよ、だって。やったやった。褒められた。あっという間に終わりよね。きっとね、あっという間なんでしょうね。今。でも確かに前半戦も終わるの早かったですね。あ、円楽星人くんくんって初めて言った。ありがとうな、センキュー、ありがとう、優しい、ありがとう。髪型、うん、ね、いい感じ。もう待って、本当に花一門目のせいでおかしくなった。私もう何が一番って笑うのが良くないんですよ。そうだからみんなといるとすごい楽しくて笑っちゃうから、だからなるべくみんなといないようにしてるの。そう、笑うのが一番良くない。すごい笑っちゃうの私。いや、枯れてるわけじゃなくて、なんかガラっちゃうだけ。理由しょうもない理由。いや本当に今日めっちゃ爆笑しちゃった。大丈夫、寝るとなるから全然大丈夫。りんちゃんが群れない理由はさ、そういうことでもないけど。え ?57分、え、嘘でしょ。時計を、時計間違ってるんじゃない。早い。まあでも今日帰ってくるの遅かったからね。早い。まあ今日も元気にリップグロスしてきました。みんな見てくれてありがとう。明日もショール、まあ全然あんまり時間は取れませんが、いけると思います。イエーイ。こちらこそありがとうございました。キング読む、読むよ。13位、てっちちゃん。12位、りんちゃん推しさん。11位、キムテツさん。10位、岡崎さん。9位、ミストラルくん。8位、トモマングランプリ。7位、超めんどくせい人。6位、リュッケ。5、マイちゃん。4位、マッカーシー。3位、ジェリーちゃん。2位、コリンくん。1位、ジジです。あ、ありがとう、ありがとう。 Thank you。 どうした、いきなり。
いいえ、一日お疲れ様でした。明日の朝ごはんは今から作る。急に大声出すな。私の大声はこんなもんじゃねえぞ。出るときは出るんだからありがとう。喉を大事に。すごい心配されちゃった。全然大丈夫ですわあ、もう終わるかな。ちょっと手振っとこ。バイバーイ。切れるかな。おやすみー。